忘れ物忘れ物。なんだか篠宮さんすっごく機嫌悪かったな。人殺しちゃいそうな目してたし。まあまあっすね。会長、全然まあまあな顔してませんよ。こんなに順調でいいのって顔ですよこれ。はあ、まさかとは思いますが、この人相談風自慢しに来てるんじゃないですか。こんなにラブラブでこの先どうすりゃってなもんで、どうしたらいいっすかね。やっぱり相談風自慢じゃないか。落ち着け。そのトイレットペーパーでどうするつもりだ。次のステップへと進むために何かしらのきっかけが欲しいと。まあ大体そんな感じっていうか。会長、もうこいつ行くとこまで行ってるんじゃないですか。いやいや、まさかまさか。あいつら付き合ってまだ4ヶ月でそんな神聖な行いを。いや、もう神ってる。神っちゃってますよ、あの方。恋人たちが C に至るまで、高校生であれば付き合い始めて3ヶ月から半年。俺はひたすら勉強とバイトの毎日だったよ。まあ最後だけ生徒会のみんなで花火見に行ったくらいで。なんかすんません。会長、そのトイレットペーパーでどうするつもりですか。かぐやさんにちょっと話があって。なんかエロい。素直になれば幸せが訪れます。プライドが高いですって。時には悪魔。何か、はあ、全然当たってないですね。僕も3月3日ですよ。なんてことするんですか、ボケだぜ。なんで怒るんですか。だって祝ってもらうとき絶対同時開催になるじゃないですか。石神くんと一緒だったら私だけ特別じゃなくなるでしょ。バカ。そりゃそうですよ。普段からお世話になってる人の誕生日くらい知ってて当然じゃないですか。藤原先輩、会長の誕生日知らなかったんですか。藤原先輩だけ知らなかった。藤原先輩だけが。藤原先輩だけが。変なこと言ってごめんなさい。逃げても先輩が誕生日を忘れた事実は消えませんよ。本当によくもやってくれたわ。この借りは必ず返しますね。え、何？僕何か恨み買うことした？大嫌いだ！おい！かぐやさん！石神どうだ？立候補してみないか？僕が票を取れると思いますか？僕と目が合っただけでクラスの女の子は泣き出すんですよ。泣かせた女は数知れず。女を泣かせて僕も泣く。面白い話ですよね。どんなに立派な理想を抱いていようと所詮は理想。投票日が楽しみですね。現実の厳しさをその身で知ることになるでしょう。ダメだこの人たち。言ってることが完全に悪役か。藤原先輩が副会長になっていただけませんか。この人知ってたら絶対出てこないセリフですから。それなんだ。普段は全然挨拶なんてされないのに。どうしたんですか。なんかの呪いが解けたんですか。最初から呪われてねえから。なんなんだみんなして。今日の俺はそんなに変か。いや、だっていつも周りに威圧感振りまいてるのに今日はそれが皆無じゃないですか。威圧感ワンチャンあるかも。モテキモテキモテキ。皆さんにお願いがあるんです。今日の選挙は E の巫女に徹底的に勝ちたいんです。いえ、ないです。今日の選挙は僕らが確実に勝つでしょう。それでも皆さんならそれ以上の勝ち方ができるはずです。何があるのか、E の巫女に。でもイラつくんすよ。
頑張ってる奴が笑われるのは。だから僕は。任せろ。いいの巫女を笑わせない勝ち方をすればいいんだな。もう、こういう無茶はもうやめてくださいよ。心臓に悪いです。悪かったって。そういや、会計監査と庶務も決めないとだったな。そうですね。で、ちょっと待ってください。何考えてます？それより後ろの方々がそわそわしてますよ。お、どうかしたか？他の役職はどうなるのかなっていうか、なんていうか、その選ばれないかもって結構不安になるもんですね。正確に何ありますから、僕ら。早くに！